トレビエハは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県のムニシピ。コスタブランカに面した観光都市で、アリカンテの南約50キロメートルに位置する。バレンシア語ではトレベリア。バレンシア州にありながらスペイン語地域であり、公式名はスペイン語のトーレイ・ブイエホ。トレビエハの面積は71.44平方キロメートルで、領域内には砂浜や肩などがある。 海岸線は2 0トルもの長さであり、ラ、また海水浴場など多くの海水浴場がある。欠片の気候区分では、ステップ気候に属する。月別平均気温は、冬季の摂取摂取12度から、夏季の摂取25度の間である。18世紀まで、トレビエ派には、サリナスコという塩湖があり、スペイン王家がこの塩湖を所有していた。1802年まで、 トレビエ派には地名の元となった監視塔があったが、他には遠行で働く者や漁民の家があるだけだった。1803年、カルロス4世はサリナス湖の管理をラマタからトレビエ派へ移す布告をし、住宅建設が許可された。1829年、地震によって人口が打撃を受け、後に徐々に復興した。塩の生産と貿易が決定的となり、 1931年には、アルフォンソ13世によって、都市に昇格した。19世紀の主工業生産は、一般消費のための理念生産、朝及び面に、制限されていた。低白地が塩の積み荷の障害となったが、1954年以降校が、建設された。19世紀半ば以降、生成された塩は、基本的に、スウェーデン線とオランダ線によって運ばれていった。 塩の海外市場の重要性は20世紀半ばまでであった。トレビエ派で採れた塩は1、4がスペイン国内で売られ、残った塩は輸出された。19世紀のトレビエ派港はベガバヤ地方で生産される品物の積み出し港であった。近年の地元経済は観光業で非常に伸びている。イギリス人、スカンディナビア半島の国々の人々、 ドイツ人はここで一年中暮らす強力な一団で、スペイン人観光客はトレビエ派に休暇用住宅を所有する。2004年以降、トレビエ派はスペインで最も在留イギリス人が多い自治体であり、現在は在留イギリス人人口が約1万2千人である。ありがとうございます。